秋の夜長に検証はい,いかなということで、えー、ちょっとですね、あの、なかなか寝、ね、つけないので、えー、ちょっと検証の話をですね、したいかなと思ってます。検証ってね、あの、ハガキで、私はスーパーのハガキを見つけて、そこでですね、あの、まあ、対象商品を買ったり、マークを貼ったり、 バーコードを貼ったりとかして応募する、まあ、いわゆるクローズド検証というものを中心にやってるんですけどなぜかというとそれが一番当たる確率が高いからでございます。あの何て言うのかなそういうミッションがないやつっていうのはじゃあう結構ね当たりづらかったりとかしてでまあ当たるなんかこう当選の何て言うのかなやっぱり 当選、企業が当選させたい人っていうのを選んだりとかしてるのとかってなんとなく不平等だなぁみたいな感じがありましてですね。なんかあのー、ちょっと好きじゃないので、えー、まあ、オープン検証と言われるものよりも、えー、身近なクローズド検証というものに、えー、私は応募しております。まあ、ちょっと最近は検証ブームだから、 当選率が下が下ってきてきるのかかわらないですけれども以前はねハガキ出したらね出した分くらいなんかあの当たってる感覚がすごいあったんですけど最近はなんかね出してもねんなんえみたいなのとかあったりとかして本気出してあのやる打てるべき手は全部打ってそれでもあうんともすんとも言わないっていう検証とかも。 あるんですよね。うーん、謎。で、あのー、意外とね、スーパーに行って、店で買おうと思ったものに検証がついてたりとか、例えばちょっとバナナをあの買おうかなと思って、まあ、うちの子供が、これ、あのー、2日に一遍、あの、オンラインのね、なので、食料、これまた必要でしょこれね、 んとかして欲していんだよね学校がふんあのー、またこれどうせ延長とか言うでしょ多分なんかわかんないけどでさまあ延長になったらなったでこれ2回に1回はだから分散登校みたいな感じになってるんで、うん、2日に1回オンラインなので自宅にいるということでですね食料を買わないといけないとで、まあ、あのすぐ食べれるバナナ まあだいぶね、こ怖いな、顔が。あの、だいぶ子供自体が、なんか、まあまあでもまだなんか自分で用意して食べるまでは至らないかな。やっぱりなんか用意してそれを食べるみたいな感じかな。自分でなんか冷蔵庫をなんかこう開けて、用意して食べるまでは至ってないから、ちょっとなんか、 うんまあまあでもあれば食べるぐらいな感じなのでまあマシっちゃマシですけどこれもうちょっとね小学校の低学年とかでなってきたらうん本当にもっと大変なのでしかもなんかあの子供が複数いた,いた場合とかね複数3人とかさいたらものすごいなんかあの大変だと思うんですよね本当こういう問題をなんとかしてくれよっていう感じあの 瓦が汚いとかゴミがどうのとかそういうんじゃなくてさ、もう,もうちょっとなんかこう、税金をむっちゃ払っている先が見えないこう、ね、ただひたすら働いて納税してるですね、こう納税のこのなんかね、なんかこう恩恵全然受けてないような世代をですね、ちょっとなんとか考えてほしいなと思います。はい。えっと 私、か、ああそうこ、これ、これの、まずこれとか、これね。これ、これはなんかね、ミニオンバナナ。うん、なんか出るの遅いだろ、みたいな感じだよね、これ。だってさ、ミニオンズってこういうの、バナナって言ってんでしょあんまり知らないけど。ここ、ここ、これ、スミフルだと思うんですけど、ウェブで当たりがすでわかるって書いてあって、これにもちょっと検証でね。 このフルーツの系、フルーツ系のやつで、ウェブでさ、応募するやつって、結構一瞬で終わっちゃうからあんま好きじゃないんだよね。でも、でもまあちょっと買,買っとこうって思ったやつなんで、まあいい、買うけどさ、バナナのね、バナナは結構検証があって、このバーコードが一応、 多分来ると思うんだよね。隅ルのバナナでなんかあれしろとかっていうのが。だから私はこれをこう集めていく。一応。で、あ何があな、何のバーコードかわかんなくなると困るので、もう最近ちょっとね、ミスも多いんですよ。検証のしくじり、しくじりが結構多くて、あの、スーパーで買い物をして、 応特にもう土曜日とか日曜日とかなんてもう,もう買い物いあんまり行かないけど行って帰ってきたとしたらもうそれが夜だったらすぐにこうご飯の準備に取り掛からなきゃいけないみたいな感じになるからこっち来たら閉まってすぐこう自分のやりたいことを着手できないから忘れるっていうそういう感じでですね。レシートを なくして、なくしてしまいまして。で、レシートなくしたんだけど、その検証が、マルちゃんの無限もやしみたいな。無限もやしって書いてあっても、もやしが活かせるっていうよりは、なんかリンガーハットの皿うどんみたいなやつで、あんま好きじゃないよね。あの、なんかスナ,スナックみたいなあの、皿うどんみたいなやつ。あれになんかあんかけて食べるよみたいな感じなんだけど、普通にもやし炒めでさ、 食べた方が美味しいじゃんみたいな、いちいちなんかあれにかける必要があんのかなって。無限林の割には、もうこれ、リンガハットとかいいじゃんみたいな感じのやつを、2個買って、カット野菜を買える的なミッションがあったやつ、なくしたんですよね。それをもう、あの、探したけどないから、もう、あのど、どうしようかみたいな。だから、検証は割とね、 しくじった時のリカバリーが意外と大事ですよ。まあ、本当に。で、一応、大きなスーパーとかね、スーパーに寄ったりとかすると思うんですけど、まあ、あの、その会計したカードをお持参してですねあの、レシートをなくしてから再発行してくれみたいな感じで、ちょっと、あの、ちょっと頼んでみて、で、もう、ものすごくね、日曜日の売り上げなんかを、 全部チェックするのものすごく手間でものすごく申し訳ないみたいな感じなんだけど、その無限もやし2個とカット野菜のレシートの応募したいがためにレシート再発行していただきたいみたいなことを言って探していただいて、データを探してもらって再発行をしてくれるみたいな感じで言ってくれださったのでですね、本当に申し訳ないなと思いながら、うん。いやでももう買いたくないし。 みたいな、そこでですね、まあでも仕事だからね、その方ではね、どれくらいかかったかな、なんか、あの、最初問い合わせた時は30分ぐらい、なんか、まあ、買い物して待ってたんだけど、解決しないから、まあ、とりあえず、あの、わかったら電話くださいみたいな感じで、1時間くらいかかったような気がするんで、多分、その、なんか、サービスカウンターの人の1時間。 人の1時間をですね私のこのレシートの,あの追跡活動再発行するにあたる追跡活動で、ねね、申し訳ないなと思いましたけどねどうせ、ん、でもまた行ったらまた何か買ってくる感じで駐車場の絡みがあるからただ行ってさなくしたレシートもらうに行くためにさ再発行してもらったのもらってさ それでなんか、この、駐車券もしてくれとはちょっと言い難いからさ、なんか買わなきゃいけないかな、みたいな、そんな感じでございます。えー、まあ、失敗した時はですね、じゃあどうしたらいいのかっていうことをですね、あのー、まあ、しくじって、それがちょっと遠いテンポだともう諦めます。もん縁がなかったんだなぁと思って諦めるけど、もうこのところ最近私はもう、あのー、結構引きこもってるので、 買い物ねあんま行ってないんんですよあんま行ってないからこの感覚がボケるというか鈍るというかうーん現象もう検証もとりあえずねため込むと良くないのであの買ってきてすぐその日のうちに応募のこう活動をしとかないとすぐどっか行くからねほんとねあの記憶がね お前,お前が記憶か管理能力がとか言われたらそれまでなんですけど、なかなかね、もう自分のことだけに集中して生きてられないこの、なんていうのかな、うんこういう状況ありがたいのかなそのうち、ね、そういうこともなく、もう全部自分の時間だよ、みたいな、なんかもうずっと暇になったりとかするのかなまず全然そういうの想像つかないんですけど、はい、でもだいぶ、だいぶね、 楽になりましたね。あのー、本当に。あの、一人で行って帰ってこれる習い事もあったりとかして、もうそれはね、結構ね、ありがたかったりとかしますね。うん。っていうことでですね、私、あの、今、ここにバーッと出しての顔の洗剤がいっぱいあると思うんですけど、今、顔のね、マジカルキャンペーンっていうのがやってまして、マジカル。顔のマジカルキャンペーンっていうね、むちゃくちゃ私好きなんですね。ちょうどこの、 え、こう、掃除しようかなっていう、この、秋のこの夜長の時期にですね、この、顔の潜在系、まあ割と身近な感じの潜在系がですね、検証対象商品になるっていうので、結構私ね、これ好きなんですよ。いつもなんかその、このマジカルキャンペーンにっ絡めて、新商品とか、あとはこう、ちょっと、なんていうのかな、ボトルを新たな、 こう新たなものに変えたりとかするんですねで洗剤腐ららないからいいいかいでございますよ、まあ一応一番なんかほ,うほら落ちるとかあのなんかしつこい油とかしつこいカビとかって落ちるのはやっぱ業務用のダスキンとか出してるやつの方が落ちるとは聞くんですけどでもやっぱり個人宅はねやっぱりもう顔のね商品じゃないかな的な感じで。 思いますねあのー、あと何だったっけな P&J のキャンペーンっていうのはもうひたすらジェルボールしかないからあの買いたいなと思うのがなんかあのーうん、ジェルボールかあとジョイとかっていう家庭用洗剤のやつぐらいしか選択肢がないんだよねなんか。うん、でも顔はねね割とね多いんで あの、愛用品が多いので、ちょっと嬉しいでございます。で、最近ちょっと私ハマってるのはこれ、これ、さっきもちょっとサッと使ったんですけど、これ食卓クイック、ちょっと匂いがね、いまいちちょっと、うん。 なんか匂いが一応ななんかちょっとお茶臭いなんかちょっと匂いがするのか、ちょっと嫌なんですけど、これ雑巾大嫌いなんで、あのもうだんだんなんかこう、こうこれをやったら雑巾が嫌いだとか、雑巾を持ってるあなたはもう負け組です。雑巾にこうやって置いといた雑巾のこの金の繁殖率。それがもうありえない、アンビリーバブルの世界です。あなたはこれを使ったらもう二度とやめられないみたいな。これマまこなり化していくんだよね。うん。<laughs> あの、なんていうのこの、 この、このね。 食卓クイックルだったら一回使って、まあでもちょっと使っただけじゃもったいないから、もうそこいらずこうやって拭きまくって、最後は床まで拭い、拭いちゃって、すぐに捨てて、あの、床まで拭くもんだから、結構ね、あのー、こいついい仕事するんで、で、すぐに捨てるっていうことで、金はもう繁殖しないんで、これは最高におすすめです。もうこれを使わない。あなたは負け組です。みたいな。そんななんか、決めつけて言うのはよくないよね。これ嫌いな人とかもいるじゃんかな、みたいな。 でもやよく考えてあるんだよ。これなんかこのボツボツの穴がね、なんか普通のウェットティッシュとは違う、なんかこう、絡め取るんだよね。この上のなんか汚えなんかを。いろいろななんかこう、子供ならではのこう、粘着質。なんだろうね、な。 なんでこう、あい、あいつの手は、べっとりしてるんだろう、みたいな、あの、子供の手の、こう、なんかな、なんかこう、置いた瞬間に、特に検証はがきとか、置いた瞬間に、もうなんか油みたいな、なんて変なシミがニュワって出てくるあの感覚、むちゃくちゃなんか、アンビリーバブルっていうか、ありえないんですけど、まあ、うちのですね、テーブルは、あのー、これもう、ボコってるんですよ、最初から。こう、ボコ、ボコって、 ってるからここにダイレクトに置いて検証ガキを書くということはできない仕組みになってるんで、まあ、被害は一般家庭の火にならないくらいな感じだと思います。ここに何かを置いてからじゃないと、あの、書けない仕組みになってるんで、それはまあまあいいかなみたいな感じですね。で、あの今日ちょっと感動したのは、これ。バスマジックエアジェット。うん。 これ、連写ミストで速攻キてよくわかんないんだけど、よくわかんないんだけど、バスマジックリンの多分新商品なんですね。で、これで、どうやって使って何なのっていうのは全くわかんない。でも、ここに QR があるんで、これを見れば多分わかると思うんですね。ハーバルストラスの香りって、何が気に入ったかっていうと、もうこれ広告のね、ボードがね、あったんですけど、そのボードがね、あの、千葉雄大だったんですよ。 絶対そうだよね、とか言って,て。違うかなもう最近ちょっとなんか自信がなくなってきた、自分の言ってることに。でもなんか私のセンサーから行くと、絶対千葉雄大だと思うんだよね。うん。まあ、CM とか見てないから、わかんないんだけど、今、もう、あの、かっこいいからとりあえずもう、買おうみたいな。<laughs> だから CM をね、やるときは、はっきり言って、あのー、なんか、 子供とか、まあでも子供、うん、まあでも子供とか、女の人を出して、キキュとかして言うよりは、イケメンのですね、ババアが好きそうなイケメン出して、なんかニカって言って、もうボードを置いとくだけでもう売れると思うんだよね。でも千葉たいのせいで私は買っちゃったもんね、これ。もう、本当なんかよくわかんないんだよ。浴槽はこすらず30秒。 ハーバルシュトラスの顔にりにとかやってんのかな、はあ、すげえなんかもう想像なんかめぐらしてるんだけど、マジに。これだって、あの、うん、なんかもう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 、これここもう、これもう千雄大だよな。なんかちょっとこう武器みたいでさ、なんかちょっといい感じじゃないこれ。どんな感じなんだろうちょっとちょっとやって,やってみていいよ。これ。ちょっとこれさ、こう、秋の夜長に。 おおそんなん思ったほどなんかすごいすっきりするなんかこうなんて言うのかななんかファブリーズのあのシューってやるあほんとになんかスプレーンみたいな感じのやつとはちょっと違うななんかなんて言う時はいまいち切れ味が思ったような感じじゃないけど一定のリズムでレバーを引くだけあ自分でレバーを引くね引く引く引くみたいな。 一量に一回やめやすみたいなあ。自分でこれ,これ何回かやっちゃしつこくやらなきゃいけない。ファ,ビリファブリーズのやつは、一回シューってやったらもう、シューってこう、なんかミストになって、あれ結構気持ちいいんだよ。ストレスが、あのー、うん、解消されるんですけど、うあのこういうことぐらいしかね、楽しみない、ないんですよね、もう、掃除。あまあ、もう今日とりあえず、その顔のマジカルで、あのー、のおかげでですね、 カビハイターを新しいこう詰め替え用の方を変えたので、あのこの多分上の噴射の部分が、この部分がむっちゃコストが高いから、詰め替えを買うと顔の場合はむちゃくちゃいいっていう感じなんですよね。ただ、うーんこのバス。 国の中に関してはどうなんだろうな。まあ、ちょっと、ま、意外と液体だけならなかなかコスパいいみたいな。でもシャンプーとか、あの、その辺に関しては、あのもう、ボトルコミュニの方が安かったりとかもするんですよね。エコな、こう、ゴミを減らそうっていう、エコな感覚とか、 ぐらいしかないような気がするんだよ。神経質なやつは、多分その、物ごと変えた方が、もうそこの、あの、裏とかについてる、カビとか、いろいろな菌とか、そういうのがなんかの、こう、ね、新しくなることによって、なくなるわけだから、いいっていう、言えばいいんだよ。わずかなお金でね、100円ぐらいのお金で、こう、こういうさ、なんかこう、 こういう細かいところにこう。まあ、でも洗剤はよく考えてるよ。これ、揚げ底になってたりとか、あの、この、こういうプラスチック容器である意味とかもあるんだよね。だから、ウェッティーでしょ風呂場って。ウェッティーなところに牛乳パックみたいなやつを置いておくとさ、むちゃくちゃカビが、になったりとか、ベロベロになったりとか、そこが抜けたりとかするから、どうしてもこういう形状じゃなきゃダメなんだけど、みたいな。でも一応揚げ底にして、みたいな。こういうところとかも考える。 てるよね、でこの洗剤なんかはここから量が見れるみたいなそういうところもやっぱりこうあの意見がを反映してるんだろうねこれもちょっと新しくですね「家中これ1本」って書いてあるやつ「ホームリセットーワークリーナー」って書いてあるやつこれもちょっと初めてなんだけどこれねもうわ訳分か,ん分からんのだよこれが取れる取,取ってやったらシューなのか 洗剤がめっちゃすめっちゃ好きなん洗剤洗剤が好きでこ,うこれをもう片手にしてこういう強力カビハイターとバスマジックリンでもうもう風呂場に30分ぐらい潜伏して私あの、うん、風呂のあのアンジゃいろんなところなんかちょっと出入り口のところのなんかこう出入り口のところってなんであのなんか。 埃っぽい、あれっぽい、なんかこう、なんとも言えない、あの、カビ的なものが発生するんだろうみたいな、あれとちょっと戦ったりとかしてですね、あの、結構、今ちょっと結構いい気分ではいたりとかするんだけど、夜、夜、夜長に、この、 洗剤で何だろう収納とかさそういうのを頑張る人とこういう洗剤でガリガリこうそこのなんかカビと戦う人と掃除も奥深いですねでちなみにもう大まかな目安としてはこれもう 5, 個5個買うとうこれこれ買えなかったですわこ,これ5個買うと1500円ぐらいなんですねただな カビ,カビハイターと、えー、クイックルとこのエアジェットとバスマジックリンのでっかい2の2個 820g の2個買うと、まあ、1500いくらなんですわこれをですねこのカビハイターを、えー、トイレマジックリンの詰め替えの,の9148円にするとちょっと心もとない感じ1500円買って なるんですよ1500円かっちりっていうのはちょっとちょっと嫌かなみたいな感じでちょっと値段高く買った方がいいかなと思ってカビハイターにしたんだよねこれそこ,このラインナップでもう1500円いくっていうところがちょっと、まあ、切ないっちゃ切ないんですけどこれ必需品なんで、うん、とりあえず買ってきまし、ねね、た。 当たります相性いいんでただその顔の喧騒のハガキに出会えなかったりとかするので今回ちょっとあの、えー、今今顔の多分マジカルは、えー、今今のシーズンは東急と3話が、えー、開催してると思います一応顔マジカルでま顔は多分あーでも顔の顔とか今とちょっと。 して考えちゃうんだけどすごいね神のようにいいキャンペーン事務局なんで顔をマジカル今やってるテンポはどこですかとか言うと教えてくれたりとかするんであのぜひ顔のマジカルやりたい方はですねやってみてくださいただ当選率はむっちゃ低いんだよねあの当選率あの一番のいいやつの一番いいやつの当選率割と低いんだよね だから当たるか当たらないかとかは、まあ、多分まあでもあの縁起悪いことを考えたらダメなのでとにかく当たるっていうこのモチベーションでですね行かなければ検証はまあそもそもこの検証に応募するっていうことを楽しむっていうことが重要っていうのがねあるんでねこれは、うん、だって対象チェーンの中から総計180名しか当たんないんだよ 180名ですよ。東急ですよ。むっちゃ、もう一回行ってみればわかるかもしれないですけど、東急むっちゃな営業時間長いし、今までは24時間やってたのかななんか朝からとにかく夜中までずっとやってたんだけど、今ちょうどコロナで、 え、営業時間が朝8時から夜12時までになったんですけど、営業時間むっちゃ長いし、東京の沿線むっちゃ多いし、多分おそらく60店舗ぐらいは店舗数、いや、もっとあるかな、もっとあるかな、みたいな感じの、うん、店で、それで180人ですよ。ま、これでブラーンっていっぱい、結構売り場にね、あの、いっぱい参見されますよ、これは。あの、 入り口の、まあ、ちょっと特、その店によって違うんだけど、入り口のところに入る前のところに、あの、検証ハガキが置いてある店舗もあれば、中に、あの、中の検証コーナーのところにあったりとか、サービスカウンターのところにあったりとか、あとは売り場に置くタイプとか、いや、いろいろあるんですけど、まぁ、あ、で、これの、まあ攻略としてはですね、 私はですね実、私は多分店舗で、その店舗で大量に当選者を出すとは思えないので、どちらかというと、なんかこう、店、店舗面積の狭い、あんまり、まあ、店舗面積の狭い、あのー、店だと、こういう新商品とかって置いてないんですよ。だから、私わざわざこれを買うのに、これを買うのに、公害、 店舗の方に行ってきたんですわ、これ。わざわざ。わざわざっていうか、まあ、あの、郊外に行くから <laughs> なんだけど、そこに行ってきたわけですよ。だからだから郊外店舗って終わるの早いんですか9時に閉店になるから、結構なんか慌ただしい感じなんですけど、うん。郊外型店舗だと、結構店の面積が広いから、割とね、いろんな商品、新しい商品とか、千葉雄大のボードとかあるんですけど、あの、 郊外型じゃない店舗だと、まあ、うちの駅の近くの、えー、東急とかだともう、むっちゃなんかも面積が、せ、せま、そんなに広くないのに、幅広く置かなきゃいけないっていう、あの、営業時間が長いので、やっぱ幅広く置くんですわ。あの、だからね、そんなにいろんなもの置いてない。もう、主要商品を置いてあるみたいな感じで、おそらくバスマジックには置いてあったとしても、 カビハイターも置いてあるかなマジックリン系は置いてあるけど、このクイックルどうかなこれ、これ、うーん、あんま、うーん。ねえ、多分そんなに置いてないと思う。だってもう、この、この洗剤の中でも、 顔だけ置いてあるわけじゃないんで、もちろん P&G があったりとか、なんか歌丸石鹸とか、な,なんかよくわかんないなんか、何ですかこれはどこのメーカーですかみたいな。あと、ジョンソンジョンソンとか、いろんなものがね、置いてあるんで、あとなんかスクラビングバブルとか売ってんじゃないですかあの、トイレのね。トイレ掃除がそんなに燃えることがないんだよ。飛び散るとかって言ってもさ、飛び散んねえべ、みたいな。 普通にさ座ってやれよって言えばそれで終わりじゃんなんかまあでもうちのハリネズミで言うと健太がむっちゃなんかのおしっこする時になんかもう、まあ、汚すから、まあ、男っていのは汚えんだなっていう感覚がある。 で、お腹、まあ、ハリネズミの場合は、ね、お腹にこう、あのーこう、おしっこするところがあるんで、そのおしっこした後、お腹にこう、全部おしっこがこう、わーって、モップみたいになるから、臭いんだよ、ケンタは、うん。今ちょっとね、あれなんですけど、これをちょっと買ってきたのをちょっと検証をして、これだよ。これを私はなくしたんだよね、これ。これ、これちょっとすごくないこの当選の商品が。 これ面白い。これ前回ね、私はこれイクラを当ててるんですよ、この。でも前回、前回は、あのー、こんな、2品2個以上。ああ、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 あ,あこれあれか。だから、あのー、あ、無限シリーズを2品でしょ無限シリーズを2品。で、ま、るちゃんパ,パリパリ無限シリーズを2個と、 500円以上でしょだから、V マーク、V マークカット野菜と、マ、ま、るちゃん無限シリーズで2個っていうことなのかなこれ解釈が難しいんだよ。で、私、あの、一瞬で見た時に、こうもう、無限シリーズこ、これですね、この無限シリーズね。これ無限シリーズを2個買ってカット野菜を1個買えみたいな数だと思って、 これあんま好きじゃないからもう結構嫌だなと思ったんで、きついなって思ったからもうレシートで、ちょっともう本当にあの、ないんだよマジで。どうしたんでどこ行ったんだもう本当にもこんなことなかなかないから、ちょっと本当になんかもう、ちょっとショックなんですけど、このボケ、ボケ方が。本当なんか、でもこの商品がね、面白いでし、でも、あのー、 この東洋水産って、このマルちゃんのこのマークのところは東洋水産なんで、一応ですね、こういうあの水産系のね、前回何だったっけな、なんかハマチとイクラみたいな感じで書いてあったと思うんですけど、ハマチ一本みたいな感じで、ハマチ一本かイクラかみたいな、そんな感じでイクラ当たってるんですけど、う、ん A と B を選択するときに、じゃあ、どちらを選んだらいいですかっていうのは、もう何回も言ってるように、こう商品が安い方を選んだ方が、それ A と B 並んでたら、じゃあ、どっちが欲しいですかってあなた、大きいもの、ちっちゃいもの、どっちがいいですかって、中身が露骨に4000円か1000円かっていう選択肢だったら、これ、4000円の方欲しいっしょ、みんな、どうせ応募するんだったら。ど、だから。 こっちの B を狙った方がいいっていうのがね、あの、考え方なんですけど、でも最近は、その、裏の裏を書くっていうことも重要なんじゃないかなと。まあ、あの、みんなそう思うでしょこっちこっちゃったら、そんなみんなこっち欲しがるでしょじゃあこっちを押しましょうっていう人が、増えてきてるんじゃねえかなみたいな感じで、私は今度、あの、もう、本当に自分の気持ちを素直にこう、検証に、こう、 こういこうかなと思って当選率が下がったとしても、なんかそんな気持ちで私はいくらを当てたと思うんだよ。だっていくら自体があれは、あの、値段5000円ぐらい、五千円ぐらいのやつだったんで、多分多分5000円か1000円かで、ここれと同じような感じで、中がちょっと違う、この検証のね、言わんとすることがちょっと違うような感じで、まあ、この無限シリーズを買ってカット野菜を買えっていう、お題は同じなんですね。で、 で、五百円以上っていうのも、これも同じで、発車会がやってるんですよ、この。V マークっていうのが、発車会。こ電鉄系の、えー、スーパーの、うーん、まあ、発車集まってみたいな感じのやつなんですけどね。もう、8個家っていうのはもう、もう、あのー、何回も言ってるんで、勝手に発車会で調べてくださいね。で、これね。 <laughs> これか、これ、あんま上手くねえってか、ね、分かってくれるからマジ。これ大好きっていう人いるから、マジに。あのー、これ、リンガーハットなんだよ。もう、なんでこれ、ネーミング間違ってるよ、これ。無限もやしって。だって、もやしを無限に食えるっていう、あれじゃないもん、これ。もう、皿うどん的な、みたいな。リンガーハットの皿うどん、なんちゃってリンガーハット、皿うどん、自分で作ってねバージョンみたいなさ。なんか自分の好きな野菜で、 勝手にリンガーハットってか、リンガーハットとはあれか、提携してないから、そういうことは言えないんでしょうけど、なんかでネーミング間違ってんだ、これはもう見た時に。無限キャベツとかね、もうキャベツがむちゃくちゃこう進むタレみたいな、そんなんじゃないんだよ。単純になんか乾麺みたいな変なやつで作ってみるとリンガーハットみたいな、うん。なんかあの変なさ、かまぼこみたいなやつと、あの、 か,かまぼこみたいなやつとさつま揚げが入ってない分私はちょっと安心するんだけどもあのリンガーハットのさちゃんぽんはちゃんぽんとかあの皿うどんとかあるのよ、まあ、なかなか食べなんかこう美味しいなって思う時あるんだけどあのさつま揚げとねあのかまぼこみたいなやつあれがいらんのだよもう本当にあれなんとかしてもらえないかなと思うんだけどあれが名産なんだよねおそらく。 あの長崎の人のうんであとはねええあとはどんな検証がっていうとその大した検証がねないでございますわ本当に大した検証を見つけてないっていうそれだけなんです東急ねあんま検証ない今東急、うん、あんま検証ないあの検証で今検証があるところっていうの中でね 上部書いてましたねあのあれにあのコメントにでも私自体ねあんまりスーパーに行ってないので、うん、な,なるべくこう持っているポイントを貼る系でこうしのいでいこうかなと思ってるのでうんねなんとかこうそれでそれをそのポイントを持ってるやつ系で。 行こうかなとこの果汁グミのキャンペーンとかも今月最後なんてこれ全然当たってないんだけど私結構ね5月からしごく応募してるんだけど5678まあ8月はまだ来ないのはまああるかもしれないんだけど来ねえぞマジにどうなってんだよみたいな検証ってねいそうもっと出さなきゃいけ,んいけないのかなみたいなでもそんなにいっぱい買いたくないぞみたいな なんかその辺のねせめぎ合いですよねあのもちろんだっていっぱい勝っていっぱい応募すればその分可能性が広がるのは当然なんですよでもいかにして当てるかを追求したいっていうところがあるのでそんなにたくさん追っても仕方がないと追って追って追って外れるとまたなんか再起不能になるんだよねあの特にあの山崎の山崎のあのあれみたいにあんだけやってみたいな <laughs> 言われたんだけど。いや、でも、あの、なんか不在表が入ってたんだよね。なんかまだ言っていいのかどうかわかんないけど、本当にあれなのかわかんないんですけど、もう週末に不在表が入ってたのよ。で、不在表が入ってたんだけど、もうこっち来ちゃってる名古屋に不在表が入ったのね。だから、あの、ちょっと取りに行くのにちょっと時間かかるかも、みたいな。あの、今ちょっとその、あの、 うん、手配中っていうそんな感じなんですけど今、うんまあ、あとはねこのこの私私あの何て言うのかなうんこれをねブログにアップしますとかって言う前にちびのすけがね解いたよこれ何、うん、だけな答え何つったかな答え何つったかな 答え忘れた。答え忘れたけど、これ、謎解き、一生懸命、あいつなりに一生懸命やってたよ、これ。あの、うん。やってました。今、だから、ちょっと応募したいなと思ってるのは、この、え、こちらは絶対になんか私は当たると思うんだよね。山崎の防災備蓄グッズ。 これも、あのー、9月15日までだからそんな余裕がないんですけど、これね、意外と私、あ、これね、山崎ビスケ、山崎パンじゃなくて、山崎ビスケットの方の、あのー、毎年なんかね、やってんだよ。これが、えー、どれだっけ、この、この、レバンだったりとか、で、なんか缶、缶みたいなやつに入って、 なんかオリジナルのこうなんかよくよう分からんなんかこう,こういうのとねあれセットになって防災のグッズが入ってるやつがな何個かこれはこれノアールのシリーズ多分このシリーズだとなんかのシリーズのなんかこれ毎年恒例なんですよこれでもなんか今回はちょっとこのローリングストック用の収納ボックスに最適って書いてあってお菓子も入っているっていう書いてあるんでこの 防災セットのやつこれはポイントハレー的なやつなんでちょっとこれ,これちょっとおすすめかなみたいなこの山崎山崎ビスケットはいけなんかいい感触があるんだよねなんかねあんまり応募しなくても当たるイメージがすっごいなんかひしひしと感じるんだけど山崎のねなんか本当に当たる気がしねみたいな感じ気分になってきてでもあの検証はそれの みんなが多分そう思ってると思うから、多分ね、今回の、今回というか夏のキャンペーンでみんな多分ね、ボコボコにやられたと思うんだよね。私がそうだったから。だって、こんな、あんななんか、100通ぐらい出して、当たったか当たんないか、最後の、もし、あの、来てたとしたら、9月、えーの末、の、末4日、4日の土曜日か5日の日曜日かの、 えー、到着であそれが多分最終締め切り分の、えー、なんか到着とかそういう感じだと思うんですけど、うん、こんだけやってたよスタートダッシュもちゃんとやって中もずっと手抜きなくで、あのー、結構みんながもう飽きてきたかなぐらいの時にはドドンと渋谷郵便局まで行って出してあそこまでやって。 いやでもまあいいふうに考えましょう。うん。<laughs> やっぱ努力必要みたいな。あとね、あとなんかこう冷食系がまた始まりましたよ。冷食も当たる気がしないんだよね。これもうみんなだって買うじゃん今。冷食。これもう本当になんかね、あの家庭料理を これ何て言うのかな節約しながら家庭料理を作ってる人には、この冷凍を買う発想があんまりないと思うんですけど、特になんかあの、このお弁当で家計応援系、弁当にわざわざ冷食入れるみたいな発想なのよね。あの、弁当って別にさ、その夕飯に残ったあの具材でちょちょいと作るから弁当なんじゃねえのっていう感覚があるわけですね。 うん、だからわざわざ弁当のためにこれを買うのを買いみたいなこの唐揚げとかさそういうののちょっと多めにさちょちょ作っとけばいいじゃんみたいな感じなんでございますが結構ね買う人買うんだよこれびっくりするのたまにあのテレビの特集かなんかでさ業務スーパーかなんかの特集とかだとでっかいさ唐揚げのさの冷凍のやつのこのガーって買ったりとか。 でっかい肉、ジャンボパックとかいうのをガー買っ,って、なんか2万円ぐらい会計で、えぇ、ー、みたいな、2万円も買いますみたいな、あの、思うんだよ俺だって私なんか1回行ってさ、私なんか2500円ぐらいで結構ブツ,ブツ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 言ってるわけじゃん。10倍だよ。まあでも10倍と言ってもなんかそれを、 二三週間で食べるとかなんか言う、うん、なんか、なんか十日分なんだかなんだか家族が多いんだからよくわかんないけどすっげえなんかでっかいさ、なんかニトリで使うぐらいのでっかいカートみたいなやつ、ホームセンター仕様のやつのカートのでっかいやつにがっつりいっぱい入れて、で、なんか2万円ぐらい。 でジガンガンガン,ンってそんなに買ってどうすんのみたいな食べ盛りだからとかそんなに食うのみたいなうーんこれはまあでもこまもこまん買い物に行きたくない人はそうなのかなみたいなもう意外となんか自分では体験できないあのあんなに買ったら脳疲れんだろうみたいな。だい,たいさ1かごぐらい買うと それ脳,脳内満足するようになってんだけど、なんか、リミッターというか、なんか、これ以上買って持っていくのが無理的なやつが、センサーが、こう、働くんだけど、ないのかな。まあまあ、でもあの、一家総出で買ってるから、いいんかなみたいな、そんな感じですね。うん。あとこの、ぐっつい、うまい、ふわふわクッションとかね。これも冷食なんですけど、冷食で、 多分、うもこれの、このふわふわクッションが欲しいなと思ったから、これ、ちょっと、ちびのすけのために、また、あの、こっち、こっちの方がさ、よだれ垂らしてもさ、茶色いからさ、シミが目立たないんじゃないかなと思って。今、あいつが愛用してるのは、白い、 雪見大福クッションなわけで、あれ白いからさ、あいつよだれ垂らしたりとかするとシミになったりとかするから、あれ全部なんか健太のせいにしてるけど、おめえのなんかよだれだよみたいな感じがあるんで、これコレを何としてでも当てたいなと。これは3点分なんで、3つ買わなきゃいけないかな。で、もうこの時初めてなんかこう冷凍のたこ焼きになるものをですね、買ってみて食べてみたんですよ。そしたら、 これはね、間違ったらダメだよ、これ。普通に、たこ焼きって書いてあるやつがテーブルマークで売ってるパターンと、ごっついうまいって書いてあるやつがあって、値段がね、普通にこのごっついうまいって書いてないたこ焼きとかは、安いんだよ。だから、つい、いつもの癖で安いのを手に取っちゃうんだけど、そこ間違っちゃいけないんだよ。ごっついうまいが、書いてある方を買わなきゃいけない。そして、なぜかごっついうまい。だから失敗したんだよね、私は。 しくじだからこう言えるんですけど、あの、ごっついうまいって書いてない方は、すっげえ感想なの、はい。確かね、何も入ってないんだよ。あの、かつお節とか、あれが、あの、付属品が。それ198円ぐらいなんだよ。で、ごっついうまいって書いてある方は、かつお節とか、マヨネーズとか、たこ焼きのタレ、タレたこ焼きのタレタレって言うのかなたこ焼きの、なんかソースみたいなやつ が、三個セットになって入ってるんだよ。それだけの違いかいみたいな感じなんだけど、若干味が違うのかな若干大きいのかなみたいな、その辺の賃金はちょっとわかんないんです。で、まだ、こっちの方は、あの、未開の地ですね。ちょっとまだ、お好み焼きが冷凍になってるやつを食べるっていう発想が、ちょ、私にはついていけてないので、今んとこ、このたこ焼きでね、うん、たこ焼きを、 食べてみて、でこれ、むっちゃね、関西人が食ってんだよ、これ。もう、なんか、たこ焼きでも食べてから寝ようかな、みたいな。こうやって、あのー、秋の夜長とか言ってて、夜寝れない時に、小腹減ったなーとか、たこ焼きでも食べようかな、とか、えー、今から作んのとか言っ,言って言ったら、レンジでチンする冷凍のやつみたいな。えー、冷凍のたこ焼きってそんなもん、あんのって、た、たこ焼きなんて冷凍にしたらさ、 どえー、みたいな感じで思ってたんですけど、意外と関西人ってたこ焼きの消費量が高い割に、ま、あの、冷凍食ってんだよね。うん、なんかとりあえず、そういう感じ。なんか、関東人からすると大して食べないからなのか、たこ焼きが冷凍みたいな。お好み焼きが冷凍みたいな。 この感じなんだよね。もう不思議でございます。はい。あとはね。あとは、これはもう終わった。あとは、8月。あとなんかちょっと不思議な検証が、これあの、名古屋で見つけてきたんですけど、これ、レジ袋は有料化と還元基金、親子で参加しよう。環境学習、エコツアー、60組、120名様。 ご招待っていうこれね、うん、これなんか別に何もあのミッションがないんですよこれ希望しておくればいいみたいな感じのやつなんですけど9月22日、ねね、これ名古屋名古屋で名古屋で見つけてきたんですね名古屋法人遊業局って書いてあるから、ね、日本旅行の環境へこうツアーデスクにこれ名前とこれ書いてさ日率と希望してやればとりあえずご招待みたいな感じなんですねこの ただね、ただ、問題なのは、行き先が愛知県新城市山引くの丘で9時から18時予定って書いてあって、集合及び解散は名古屋市内としてバスに行って集合しますっていう。どうなのみたいな。うん、うち、うちベースで考えたら、土曜日の朝に名古屋に行ってろみたいな感じは、 極めて不可能に近いので、これだって9時からでしょ ?9 時に名古屋に着くためには、割と早くからこう、うん、移動しなければいけないので、これは多分当たったとしてもいけないから、そしてこれ名古屋市内に在住の方、小学生のお子様と保護者のセットでお願いしますけど、別にこれ名古屋の家、 で、いいからいいんだけど、当たる可能性は極めて高いと思うけど、参加してどうすんの的な、って、うん、なんかすごいメリットがあるんだったら、なんかすげえ楽しいとかさ、すげえなんかがもらえるとかさ、あお土産系が豊富とかさ、すごい豪華な食事がつくとかさ、そういうやつだったらいいんだけど、なんかそんな感じしないのこれ。なんかこの簡素な感じ、これ、これ、なんか、 なんか、参考したことある方、いますかねこれね、これちょっと、これ、エコツアーうつわ。なんかでも、こういうのが、なんか、こう、行われて、 きつつあると、ここ2年間ぐらいこういう親子なんとかツアーとか、なんとかキャンプとか、そういうのがすべて中心になってきたんで、ちょっとなんか復活してきているのかな的な感じ。で、やっぱりなんかこう、子供がいて、ちょうどこういうのに一緒に行ってくれる年齢の子供がいるっていう、喜びを感じられるのは、私はあと何年感じられるか。まあ、間違いなくもう中学2年生ぐらいになったら、絶対こんな親子、なんとか、 えー、なんとかとかで言うやつは、中学生で来てる子を見たことがないので、まあ、小学校ぐらいかな。で、あと2年間ぐらいしかないのに、いつまでこんな感じの世の中なのみたいな、そういうちょっとね、なんかそういうことをちょっと思いました。はい。えー、なんか今日もま <laughs> とまりがなく、本当は一番、一番いいのは、あのー、 なんかこう、当選品を紹介するやつが一番いいんでしょうけど、でも、あの、うサクッとやってみると、長、長く話せと言われるし、長く話すと、あの、なんか、割れたし、みたいな。なんかいろいろちょっと模索中でございます。はい。えー、この、このさ、青旗の、こういうのとかもさ、あの、ちなみに青旗稲毛屋は100名って書いてある。結構多くない 去年とどうですかねこれハガキ紹介し、うん、なんかやめちゃったんだよね最近ブログにはがきを結構あの2年前ぐらいかな1年前かなコロナの前はあの練習行って稲毛屋の近くにあのプールがあったんでそこ行って子供が練習してる時に 稲毛屋に行って暇だからそこにある検証発言を全部取ってアップしてたんですよブログに。だけどなんかそれは評価されてんだからんかコメン自分がコメントをアメブロにコメントしても「お前読んでないだろう」とか「見てねえだろう」とかねそ,そういうのがあって。 コメントが来ないんだから、反応がどうなんだろうって役に立ってるんだろうかとかって思い始めて、その割には割となんかこう、写真のストレージがどんどんこう減っていくから、やめちゃったんだよね。もうこのダラダラ紹介するシリーズでいいじゃんみたいな感じで。でも最近はこのダラダラ紹介するシリーズも、 なんか、あんまりやらなくなってきてるから、それもちょっと、どうなんかな、みたいな。でも、まあ、ほら、あるじゃん、人間っていうのは、なんかこう、引きこもりたい時期。うん、あんま出かけたくないというか、あの、体調的なもの。なんか、なんかこう、別、別になんかあの、予防接種受けてないから、外に出るのやめようとか、そういう感じの感覚ではないんだけど、まあ、 まあもちろん緊急事態宣言なんて不要不急のなんかちょっと遠出の外出とか旅行とかそういうのはちょっとあのーまあとった旅行とかあんましないからねなんだけどうーん不要不急の外出はとかっていうそういう意識じゃなくて単純に今出かけたくないんだよあのなんか,なんかこう出歩きたくない時期ってあるんだよ人間はでまあ近所とか ドラッグストアのちょっとしたものが置いてあるところとか、あとはだから冷凍してある、あのー、ものとか、当選品とかでちょっとあの、しのいでいる感じ。うん。まあちょっと、野菜がなくなると買いに行ったりとか、買い出しに行ったりとかしなきゃいけないんですけど、たまに行くからミスするっていう、そこの悩み。 うんなんとかね。で、あと、あの、もう何でも、バーコードは取っときましょうっていう、そんな感じですかね。この,この日本製紙クレシアも、この間、バーコードの検証があったので、私もこれも、ちょっと、これからもちょっと保管しとこうかなと。であと、これから多分、おそらく年末になると、小林製薬が、あの、バーコードで検証をやるんで、それもちょっと貯めてたのを整理したりとかしなきゃいけないなと。なんかこう、9月は、 整理整頓で家の清掃しなきゃいけないっていう、この、なんかこう、出歩いてる場合じゃないだろうみたいな感覚になんか落ちているでございますが、皆様はいかがでしょうか多分そういう感じで顔のマジカルが洗剤を仕掛けてくるんじゃないかなとか思ったりとかするんですけど、どうなんでしょうね。うん。あとね、 何か,か出てきた,かか出てきた何かを何かを紹介しようと思いつつ忘れるっていうだからねんかこれちょっとしばらくねあのだらだらとこう、ね、あの秋の夜長にだらだら遠くに付き合って送り流しっていうそんな感じですかね何かを紹介しようと思ったんだけどその何かが出てこないっていう何だ,だろうだんだん自分がなんかボケ老人に。 近づいてきてるやばいみたいななんかを紹介しようと思ったんだけどそれが何だったのか思い出すない、うん、やばいねこの現象本当にでもなんかいろいろあるのでちょっとまた出てきたら見ようかなと、うん、一応探してみたけど 何が言いたかったのかちょっと思い出せなくなりましたので、でこの辺で、えー、ご視聴ありがとうございました。